アルバ県の県と、ムレシュガ市にあり、ルーマニアとハンガリーのどちらにとっても、歴史的に重要な都市である。現在のアルバユリアは、重要なダキアの政治、経済、社会の中心地アプロンのあった場所にほど近い。アプロンの名は、古代イギリシャの天文学者クラウディオスプトレマイオスも記述をしている。ダキア南部が、ローマ帝国の属州となった後、 ダキア・アプレンシスの首都がこの地に建設され、アプルムの名で知られていた。アプルムは、ダキア属州の主要都市の一つで、ローマ軍団の第13軍団が置かれていた。9世紀、都市の名前は、ベルグラードとして記録された。初期ハンガリー市の歴史書ゲスタ・フンダロルムは、10世紀に、都市を築き自分の広告の首都としていた支配者ゲウラの名を記している。 カトリックの洗礼を受けたハンガリー王イシュトバーン一世がカトリックのトランシルバニア管理制度を確立させると11世紀に最初の制度が建てられた。現在もあるカトリック制度は12世紀か13世紀に建てられたものである。1442年トランシルバニアのボイボドフニャディアーノシ主がタイオスマン帝国船の備えとして要塞を利用した。は 彼の支配時代に拡張され、フニャディの守護は、その埋葬場所となった。ハンガリー王国の都市、ジュラフェヘールバールとして、アルバユリアは1541年に、トランシルバニア公国の首都となり、この地位は1690年まで保たれた。1551年のワイセンブルク条約は、この地で締結された。17世紀初頭ベトレン・ガーボル時代。 市にはアカデミーが設立され、文化的に最高潮に達した。18世紀にはバチアニウム図書館が創設され、19世紀には鉄道が敷かれた。1599年11月、ワラキアのボイボド、ミハイユーモー公がシェリムダルの戦いに勝利して、アルバユリアへ入場し、トランシルバニア総督となった。1600年、ミハイは、 モルダビアの支配権を獲得し、1601年にジョルジョ・バスタの手先によって暗殺されるまで、自分の支配下にあるトランシルバニア、ワラキア、モルダビアの3公国を統合させた。ミハイの偉行は、ルーマニア人が人口の多数を占める3公国が初めて3年間統合されたことを意味し、ルーマニア人にとって歴史的な重要性を持っている。1918年、 何万人ものルーマニア人とトランシルバニア作戦セ人及びその他のトランシルバニア少数民族の代表者が12月1日にアルバユリアへルーマニア王国とトランシルバニアの統合の宣言を聞きに集まったこの日は共産主義政権崩壊後のルーマニアで今も統一記念日として祝われている3広告統合を成し遂げた未廃校に習い1922年 ルーマニア王フェルディナンド一世は、アルバユリアで、ルーマニア王として象徴的に大幹を行った。1994年4月8日、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世によって、ジェルジヤクビニが、アルバユリア大司教に任命された。2007年9月、アルバユリアで、欧州ワイン生産地会議の会合が開かれた。 20世紀初頭に建てられたルーマニア製教会聖堂アルバユリアの主要歴史地区は標高の高い部分で神聖ローマ皇帝カール6世により広範囲に発展させられた。ハプスブルク家はカール6世にちなみ死の名前をカールスブルクと改名した。7つの掘りのある要塞は防番式を用いて ジョバンニ・モランド・ビスコンティによって1716年から1735年にかけ、築かれた。バルカン半島にある、この種類の要塞の中では、最大のものである。要塞内側は、ゴシック様式のカトリック聖堂、1794年に、設立された希少な写本を所蔵するバチオニウム、図書館がある。フニャディアーノの墓は、内にあり、同じ場所に、 ヤギエを結出身のハンガリー王妃、イザベラヤギエロン家の墓もある。ありがとうございます。